巾着とは、開口部を糸口で締める袋のこと。素材としては革、布、編み物などがあり、それを袋状にして、その口を糸口で締めくくる。小物を入れるための袋物の一種、巾着袋とも言う。古今東西、つまり世界中で昔から、この種の袋はあり、それらをまとめて、巾着と呼んでいる。日本でもやはり、小物や、 手回り品を入れて持ち歩くために使われた。物を出し入れする口の部分に紐が通してあり、その紐で口を絞るようにして閉じることができる袋を巾着と呼んでいる。素材としては主に革、布、編み物など、20世紀後半から人工素材のものが増えた。大人用の素材は多種多様であり、しっかりした比較が使われることもあれば、 編み物の場合もあれば、薄めの布製のものもある。子供用のものは、外してペラペラの布製のものが多い。用途としては、一般に小物を入れるために使われる。大人用では、比較や厚手の布のものをカバンとして使ったり、編み物で柔らかく小さなものを作り、それに、身の回りの小物を入れたり、財布などを入れるために使う。幼稚園。 保育園や小学校などに通う子供には薄い布製のものを与え、食器類や文房具などを入れるのに使わせるということが行われている。古代ギリシアの紀元前530年、紀元前430年、頃の塔皿。少年が毛状の巾着袋を手にしている。古今東西、こうした袋は使われている。古代ギリシアの塔皿にも巾着袋は描かれている。日本では、 傾向される時は腰につけられることが多かった。池田三政の逸話にも巾着が登場する。池田三翼は倹約に努めた大名だったが、ある日、家臣がサンゴの糸口締めを紐につけた豪華な巾着をつけているのを見た。その時は何も言わず、後日その家臣に対し、これは自分が手作りした巾着である出来がとても良いので、 そなたに授けようと粗末な布で縫い、火箸で穴を開けただけのムクロジの身を糸口締めにした、金着を渡し、案に倹約の励行を示したという。この話は、明治時代の修身の教科書などに掲載されている。葛飾北斎、1849年、江戸時代後期の実編者19による国慶本、東海道中膝栗毛にも金着は登場し、道中で、 ゴマの灰に金を盗まれて困ったヤジロベ塀と北八神につけていたインデン川の金着を通りがかりの武士に300分で売り付けようとするが足元を見られて安く買い叩かれてしまうという記述がある。編み物教科書喫下編金着明治時代に出版された編み物教科書には編み物の金着の作り方が掲載されている。明治時代に出版された書籍に掲載された 情報によると、日本では昔、守る銀着と呼ばれるものもあって、これは中に、お守りを入れて幼児に傾向させた、金着袋である。麻の葉の模様や鶴、亀、菊など、金着に使われる、布地の模様や刺繍、紐の結び方などに、魔よけや健康、長寿の意味を持たせたものが施されることもある、あったという。明治から昭和にかけての日本の軍隊では、 入営の時に用いられる必需品を納める袋である方向袋、王将袋あるいは兵隊たちに支給された被覆定イ具を入れておく朝製の袋が巾着袋の形状をしていた。オーストラリアの土産品の一つにカンガルーの犬を使った巾着袋がある。これはカンガルーが増えすぎた際に間引き調整としてオスに避妊手術を行った際の産物である。 ありがとうございます。